マリマゴンザレスの裏社会ジャーナリです。本日も皆さんと一緒に社会の裏側について勉強していきたいと思います。今回も前回に引き続きましてユウイチ君です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。フィリピンへ強制送還が決まって1週間後には日本を立ち去るということでございますが、理由としては大麻所持ということで、まあ申し訳ないですけど自業自得、はい、ではありますが、ちょっとさすがに日本のいろんなシステムがちょっと不親切じゃないのということで、我々、ちょっとお話を聞いてみようかなという感じですね。まあ、聞いてく、なんか同情したい気持ちもあるし、理不尽だなと思うこともあるけど、でもやっぱりしょうがないなって思うところもあります。ゆういちくんは何万人何千人とね、日本、まあちょっと前はね、ものすごく数出入りしてたりとか、外国人が出入りしてたり、日本に住んでる人もいっぱいいる。そのうちの一人なんです。ただその一人の抱える事情っていうのはどういうものかっていうのをちょっと皆さんにお伝えできればと思うんですが、そういう意味でちょっとさっき前回聞いた中でいくつか気になるキーワードがあったんですよ。特別在留許可って何ですか？特別在留許可っていうのは、その手続きをするときに日本にどうしても残るっていうのは何ですかって聞いたときに、その説明してもらったのが、特別在留許可っていうのはその法務大臣に申請して法務大臣が押す判のことで、それを押してもらえれば在留は許可されるんですけど、その特別在留許可の対象者が日本人の人と結婚してる、もしくは交際相手と、あと子供、日本人の子供がいるっていう、この3つの条件を僕は言われて、まあ、あなたの場合この3つのどれも当てはまらないですよ、はい、じゃあこっちやってくださいっていう、もうそんな手続きで、そんな説明はそういう説明しか受けてもらえない。あ、じゃあその在留許可が降りる確率とかも別に説明されない。そうですね、はい。実際どのぐらいの確率で降りるんですか？それがもしいた場合は確率はこう 50%、60% ってなるわけでもないんですけど、うん、50% に近づけるだけであなたは全然それ以下になるからやっても無駄ですよっていう、しかもそのやってる間っていうのは、うん、その収容されるんですよ。収容されるって、あ、入管に。そうそう、だから俺はそれをじゃあお願いしますって申請したら、その強制送還決まってる、方法決まってるのに準備期間もないまま収容されて、そのまま自分のタイミングじゃない日に行かされるんで、もうその日に、要は昼間から始まって夕方までに決めないといけないんで、ずっとじゃあ俺はもうこっちで準備期間をもらって強制送還された方がいいとか、いろいろ葛藤したんですけど、まあ確かに今更結婚しても駆け込み婚って言ってすごい印象が悪くて、もう半分ってむしろ多分申請が降りないんじゃないかっていうぐらいまで行くんで、じゃあどれもダメだなって思って、もう本当強制送還手続きに行くしかなかったです。実際お付き合いされてる方もいたんですか？いないです。誰もいないです。でもその話で言うと、つまりあれですよね、その時にじゃあ申請しますって特別在留許可出したら、そのまんまの足で収監されて家とかもうそのまんまですよね。あ、そうです、そうです、はい。で収監されて、しかもその期間が過ぎちゃってたら、過ぎた時点で申請おりませんでしたってなったら急に強制送還。そうです。でそのじゃあその解約してない家とかどうするんですかって言ったら、日本にいる家族誰かに頼んでくださいって言われました。どう、だから連絡できない状態でですよ、ね、収容されたら電話とメールがやらせてもらえるみたいなんで、そこで やるみたいな。でもそんな電話とメールだけで部屋片付けてくれなんて、しかもお金とかかかるでしょ。そうです、はい、かかります。そんなだって荷物だって少なくないでしょ。そうですね、ワンルームにびっしり。あとだって確かペットもいますよね。います、はい、猫が。何でしたっけ名前？モニューです。モニュー、はい、そこも聞きたかったんですけど、モニューどうするんですか？あ、モニューはモニューのことを考えたら、やっぱり一緒に連れて行くことがモニューのためかなって思っていて、一番やっぱ信頼できる人と一緒にフィリピンに行ってもそんなストレスないかなって思って一緒に連れて行くって決めました。連れて行くことできるんですか？あ、できました、はい。それは検疫を通るとか。あ、そうです、はい。注射とか。注射も今2回のワクチンが終わって、うん、で狂犬病の採血も終わって、うん、でその証明書を今待ってる状態で、それが4月2日までには来るんで、うん、それが来てフィリピンの方に申請をして、それで受け入れ体制ができるっていう状態です。実はですね、そのモニュが縁で今回草加と、ゆうち君知り合ったんですよね。ちょっとゆうち君が動かなきゃいけない時に預かってくれたのが草木カフェ
モニをね、そうです、預かってくれて、そこで草加と、まあ、カン君が、うん、あのやっぱりゆういち君の状況を見てやっぱ助けたいって思って、で自分が草加カフェに行った時にまあ会ってすげえいい子だなと思って、話を聞いたら大変だなと思ってっていう縁で今この場があるって感じです。まあ、ちょっと聞きたかったのは、でも20年以上日本で普通に暮らしてたわけじゃないですか、はい、その支援者というかそういうふうにこうサポートしてくれる人っていうのは今現在いなかったんですか？あ、そうですね、僕あのサポートしてくれる人はやっぱ今いないですね。でボクシングをやってたんですけど、そのボクシング応援してくれてたお客さんだとか、うん、まあ、何百人かいたんですよ、うん、でその人たちに助けを求めようとは思ったんですけど、そのまあ逮捕されたことは大麻のことですし、うん、その引退をする時に、うん、チャンピオンにならずにして引退しちゃって、うん、その合わせる顔がなくて、うん、みんなにこう辞めますって言わずに辞めちゃったんで、うん、その人たちにこう頼ることもできず、まあ結局こういう状態になってます。そっか、でもまあ仕方ないといえば仕方ないけど、確かに中途半端な引き方をしたってことですよね。でもボクシング結構いいとこまで行きましたね。そう、ボクシングはそれ賞金マッチ優勝 MVP だったり、はい、全日本優勝して敢闘賞もらったり。さ、一番行った時でランキングどこ？あ、ランキングは12位の方まで行ったんですけど、そっから怪我だったり。顎を2回骨折してるんですけど、それだったりあの拳だったりで大事なとこに全元チャンピオンに負けちゃったりっていう。ちなみに戦績は22戦18勝16 KO です。すごいですよね。スタイルはどうだったの？もうガチガチのいいファイターで、はい、でも本当に強かったんですよね。 KO 率がその 95% 以上の人じゃないと出れない、うん、その弾丸賞金マッチっていうのに、うん、その選出されて、それで MVP 取ったんで、まあ、その KO 率っていうのは自分でもそれ優勝してやっと自覚して頑張ろうって言った矢先にこう浮き沈みが出ちゃったんで、うん、プロの世界の厳しさでしょうね。でもちなみに引退というか最後の試合は何年だったんですか？2019年か18年の7月の七夕です、うんうん、はい、まあでも本当に3年前、まあ現役に相当近いですね、体つきも、はい、全然動ける感じ。全然動けます、はい、うん、うん、正直その肉体が健康っていうのは何よりというか、ああこれからあの、ね、困難に立ち向かっていく上であの何よりの選別なのかわからないけど、まあねが良かったですけど、ただねタガログもね英語もできない状態で行くって大変ですよね。でしかも僕ちょっとその聞いてて、はい、あの法律調べて思ったんですけど、はい、こういう強制退去された場合、はい、日本に戻れないんですか？入管の人にはほぼ戻れないよって言われて、うん、その戻れる確率が上がるっていうのであれば日本人の人と結婚したり子供ができたりっていうことだけしかないからって言われました。でも正直な気持ちで言うと、はい、日本には戻りたい。いやもうあの最初もう 今この心境よをリアルに言うと戻りたくなってきましたね。最初は強制送還決まってもう恋人もいないし友達も強制送還って言われて幼馴染の友達とかも白い目で見られるのが分かんないですけど離れた友達っていうのはたくさんいるんですよ、うん、まあ、それもそれでしょうがないかなって思ってこう過ごしてきたんですけど、うん、まあ、その中この家族でもない人たちだったりその草木カフェ、うん、あのカンさんと出会ってこうや親切にしてくれる人たちと出会ってまた日本で遊びたいなっていう気持ちが正直大きくなってきて、うん、なんかしらの形で戻ってまたみんなと楽しいこと、うん、楽しい風に過ごせたらいいなっていうのは思いがあります、うん、出てきました、大きくなってきました。それはもうその先々ね、なんか僕あのいろんなこと考えててあのちょっとこう日本が恋しくなったとか何かあっても日本から拒絶されるっていうことですよね。つまり国籍が、国籍ってやっぱでかい当然なんだけどシステム今我々が生きている世界では国籍っていうものは本当に大きくてあのどんなに例えばお母さんが亡くなってたとしても帰ってこれないわけじゃないですか。そうです。妹さんに何かあっても戻れないかもしれないじゃないですか、はい、それがなんかシステムとして
それが許されないっていうのはなんか辛いな。しかも二十数年間、26年間か、はい、あの国籍が違うだけで自分の故郷じゃないですかと思ってます、はい、ね。そこに戻れないのは辛いな。自業自得とはいえ辛いというのがあの話を聞いてて正直なところです。なんかだからね、ただたった一人の事情ですよ。でもそれ聞けば分かることだけど、数値になって示されたりとか、こういう不法滞在者がいますっていうのが数値になったりすると分かんないですからね。ちなみにですけど、はい、6歳5歳5歳6歳です6歳、はい、に日本来てもうそっからの記憶しかないんですか。そっからの記憶しかないですね。はい、ないですね。で来てどんな生活になったんですか。来て普通に来て、あの小学校1年生で高等学校、小学校に入って、うん、っていう。でそこから小学校転校してしたりしてっていう。え、そのお母さんが再婚した相手横山さんになるんですか、はい、その人とはどんな関わり、はい、普通に一緒に暮らしてたんですか。あ、そうです、普通に暮らしました。はい、普通に暮らしてたんですけど、もう妹2人が生まれてたんですよ。で要はそこから俺がよそ者が来て、要は多分そのそっちも養子縁組なんて初めてだし、その義理の、ね、子供なんて初めてなわけだから、まあ虐待始まらなくてもおかしくないですね。つまり妹さんたちはあの横山さんとお母さんの子供なんですね。そうですそうですそうです。ああ、そっか、一人だけ連れ子なんだ。そうですそうですそうです。でまあ母親が、まあ、フィリピンパブで働きに出ると、うんうん、まあ、寝てる俺を見て、まあ、蹴飛ばしたり、耳片耳持って振り回したり、耳がちぎれたり、ハサミ投げられて血管が切れたりっていうのを小学校1年生からあって、それを見かねて母親はどうしようもできなくて、小学校2年生から5年生まで俺をその石神井学園っていう児童自立支援施設に、まあ、そこはなんか未成年者が親を殺して入ってもいいような施設で、そこに入れられたっていう形です。だから実質あんま親とその幼少期に暮らした記憶っていうのがないし、甘えたっていうこともないですね。そこからどういう風なライフスタイル、そう、あ、その施設ですか。施設の後はどうなった。施設の後はそのまま小学校行って、まあ、親そのもう出てきたら親同士、横山って人も離婚して、うん、それでまあ同じ江東区に住んでいて、そこから親とあと妹2人で暮らし始めて、今はもう多分ずっと暮らしてる状態です。ゆういち君はその家族とどういう接点を持ちながらどうして暮らしていたんですか。20歳17ぐらいまでは一緒に暮らしたんですけど、あ、まあその対応がすごい好きじゃなくて母親の、うん、まあ、それで一人暮らし始めて、そこからも疎遠ですね、うん、はい、でこのことが決まって連絡をしたらば、もうあなたなんて知らないし、フィリピンにそんなお前みたいな薬物、ね、扱ったやつを迎え入れてくれるやつはいないから、お前も知らないし、死ぬんだったらどっかで死ねって言われて、うん、まあ、それを直接じゃないですけど妹にその母親がしたメールを直接俺に送られて、もう少しオブラートに包めよ妹、うん、あ、そうなんですよね。そう、妹でそういうことになってますね。ちなみに妹さんとは交流はあった。妹とは2人いるんですけど、うん、1人は交流は今こうやって手続きとか手伝ってもらってるんですけど、もう1人の妹っていうのはもうそれが2年前ぐらいかな、1年前かぐらいに亡くなって、妹さんとはもう交流ない感じなの。交流は全くなくなってしまった状態です、ね、はい。あのボクシングはいつから始めてたんですか。ボクシングは18ぐらいです。高校卒業して1年ぐらいさまよった後、定型準備にっていうことですね。そっからはボクサー生活。あ、そっから ボクシング生活です、はい。家族とはまあじゃあその高校卒業ぐらいで割ともう疎遠になってきてのボクシングって感じ。そうです。なんでボクシングだったんですか。まあ、小学校からそのグレて喧嘩ばっかしてたん で、うん、で中学校には地元の深川でこうギャングとか作ってやってたんで、うん、まあ、そのまま喧嘩強かったらチャンピオンになれるんじゃないかっていう感じで一攫千金狙ってボクシング始めたっていう状態。でもいい感じでボクシング行ってて支援者も行ってたけど、ちょっとまあボクシングね、あの提携もそうだけど、ちょっと試合がねうまいことを組んでもらえなくなったってことですね。そうです。別にそれは不祥事とかじゃないの、ね、まあ不祥事とか何でもなく、何でもなく、はい、まあちょっとこう、まあ、怪我とかももちろんあったしっていう、はい、まあ破りやまれるとか、まあ普通ボクサーだったらまあなくはない話ですよね、うん、試合
どこのプロ競技でもなかなかね試合組むっていうのは大変なんですよね。だからそこは特に何かあったわけではないんですが、はい、っていう。でちょうど自分の年齢やタイミング的にも、はい、まあそのお菓子とかそういう仕事でちゃんとやっていこうかなぐらいのタイミングだったんですよね、はい、そうです、はい。そうやってプロボクサーとして、でまあお菓子を、お菓子は何で？僕定件準備にこの試合が終わるとみんなやっぱそのファイトマネーで差し入れとかするんですけど、うん、もう僕 手作りのが気持ちこもっていいなって思って、まあ、甘いものをずっと小さい頃から食べてたんで、うん、自分で作ってみようっていうので作れるようになってたんで、うん、それを定件準備の人に渡してったら好評で、お前これお菓子屋さんやった方がいいよっていうそのトレーナーたちも言うんで、じゃあ引退したら絶対やってやろうっていうので引退してやったっていうのが。ちなみに何のお菓子使ってた？ブラウニーです。ブラウニー、はい、ブラウニー屋さんだったの？そう、ブラウニー屋さんです。はい、いやそれはちょっと意外な意外というか、でもプロボクサーでお菓子屋さんっていうなんか漫画の主人公みたいですね。あみんなでしかも劇的な展開でもこの展開をどう捉えるかちょっとね本人次第ですけども、まあこの先いろいろあると思いますが、我々も可能な限りゆういちくんのその後を追って花ちょっと見たいなと思ってます。ゆういちくんはですね YouTube やっております。我々とまあコラボっていう形でまあ発信する動画もありますんで、そちらの方ぜひ見てみてください。まあ、各種 SNS、YouTube で、まあ、興味持った人はぜひアクセスしてみてください。お願いします。ご視聴いただきありがとうございました。ぜひチャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。